ベントレイ・ベンテイガーは、イギリスの自動車メーカーであるベントレイが展開している SUV である。ベントレイ EXP9 回2012年、ジュネーブ国際モーターショーにて、ベントレイ EXP9F として発表された。ベンテイガー2015年9月9日、ベントレイは、ベンテイガーを発表した。エンジンは6リッター W12 ツインターボエンジンが搭載され、 最高出力は 608PS、最大トルクは 91.8Kgm。基本コンポーネントとして、フォルクスワーゲングループの共通アーキテクチャ、ー、MLB エボプラットフォームを採用している。同プラットフォームは、グループのフォルクスワーゲントアレグ、ポルシェカイエン、ランボルギーニウルス、アウディ Q5 アウディ Q8、アウディ A4 アウディ A8 で使われている。基本構造は、 FF ベースの四駆であるが、後輪にトルクを分配し、FR のような走破性を有している。2018年1月12日、V8 エンジンを搭載した、ベンテイが V8 を発表。2018年3月5日、ハイブリッドパワートレインと外部からの充電機構を搭載した、ベンテイがハイブリッドを発表。2019年2月27日、 最高出力 635PS のエンジンを搭載したベンテがスピードを発表。2016年6月9日、ベントレイモーターズジャパンはベンテイガを発表。2017年5月1日、限定車、ベンテ以オニキスエディションを発表。30代限定。2019年5月10日、最高出力 635PS のエンジンを搭載した。 ベンテがガスピードを発表。ベントレイ EXPQF のエンジンとインテリアを公開。2019年6月12日閲覧。ベントレイベンテイガ。2019年6月12日閲覧。ベントレイベンテイガ 2V8 エンジン搭載モデル。2019年6月12日閲覧。ジュネーブ賞2018。ベントレイベンテイガ2プラグインハイブリッド車が登場。 2019年6月12日閲覧。ジュネーブ賞2019、ベントレーの最速 SUV、ベンテイガスピード登場。2019年6月12日閲覧。ベントレー、初の SUV、ベンテイガを日本に導入。2019年6月12日閲覧。ベントレーベンテイガにカジュアルなシングレードが登場。2019年6月12日閲覧。ベントレーベンテイガの ハイパフォーマンスモデル登場。2019年6月12日閲覧。ありがとうございます。